東卓、東卓、東拓。初平成3年4月23日、192年5月22日は、中国五圏末期の武将、政治家、領収労政軍臨東圏、官縮省帝西市臨東圏の人。字は、中英。辺境の将軍の一人に過ぎなかったが、軍事力を背景に次第に頭角を表すようになった。 霊帝死後の政治的混乱に乗じて、政治の実権を握り、朝帝を廃して、県帝を擁立し、一時は、宮廷で県政を欲しいままにしたが、諸侯や他の阿蘇らの反感を買い、最後は、側近で養子になっていた両夫に殺された。三国志義士及び、五官所に、捨てがある。生まれつき武家に秀、で、腕力が非常に強く、弓袋を馬の両側につけて、 馬を馳せながら、左と右の両方の手で弓を引くことができたという。若い頃は男立てを気取って、郷族ら異民族の居住地を放浪し顔役らすべてと交流した。後に郷里に戻り、農耕に従事したが、郷族の顔役たちが面会に来ると、唐卓は農耕に使う高牛を殺し、その肉で宴会をしてもてなした。族長はとても感激し、帰ると唐卓に、 築区戦闘を送ったという。その後、軍の役人となり、盗賊を取り締まった、御所。子が侵入し、略奪をし、多くの住民が拉致されたことがあった。領収市市の常時は当宅を十字に取り立て、当宅に騎兵を率いて、子を討伐させたところ、当宅は大象し、四桁の数の子を切ったり捕虜に、したりした、御所。平州市市の段は当宅を、 中央の役所に推挙し、首都の宴会は東卓を召し兵士場に取り立てた、五所。官邸の末年、六軍の領家の指定から牢を選ぶことになると、東卓は、ウリンローとなった。武勇に優れる東卓は、長官の率いる兵衆征伐軍に柴として従軍し、反乱を起こした強族と戦い、長官軍は族長を切り1万人余りを保山する、対象となった。 この功績により東卓は老中に任命され、木の九千匹を賜ったが、それをすべて部下に分け与えた。後武霊、植軍北部とい、最域母機構位まで昇進し、面官となったが、その後、兵衆士し、加藤大衆などを歴任した。この間、辺境で強族と戦い続け、その回数は百回を超えていたという英雄記。この時期、 他を耕していると一振りの刀を見つけ、これを採用に見せたところ、鋼羽の刀であったという伝承がある、南朝陵、銅鋼刑、古今東建六、中平元年、百八十四年、昇進して、中郎省、五官所東宅伝によると自説、東中郎省に任命され、路職の公認として、高金属を討伐に出るも敗退して、免職となった。 同年冬、両州で、金城軍の返還、関水らが、今日、この協力を得て、反乱を起こすと、翌中平二年、185年、東卓は、再び中老将に返り咲き、副社期将軍の候補高氏と共に、乱の追悼に向かった、ご干所、卓殿。後に、候補高氏が悲鳴されると、四空の長音が、社期将軍に認じられ、衆金後の演奏を副賞とし、東卓は、 東和田将軍の周誠と共に、その指揮下に入った。この時、ハトリ将軍に任命された、五冠書、東卓伝。長音、東卓ら五冠軍は、諸軍の兵力十万を集め、三オに駐屯した。平ン・ア関水の反乱軍が三オに攻撃を仕掛けてくると不利に、陥ったが、流星が流れ変傷、関水らの陣営を明るく照らしたため、これを不吉に思った、平ン・ア 関水らは、金城組へ撤退した。東卓と、右夫婦の方広氏らは、平野明、関水らを追撃して、大いに破った、五官所、東卓伝。長恩は、周馬こと、孫賢らに命令して、城にこもった関水らを攻撃させる一方で、東卓には、共族の攻撃を命じた。しかし、東卓は、数万の共族の軍により包囲されてしまった。 兵糧が欠乏してきたため、唐卓は魚を取るふりをして、密かに川をせき止めて、水をためて、堰の下を通って、敵の方位から抜け出してから、堰を切ったため、川の水深が深くなったので、敵は追撃できなかった。この戦いで六師団の五官軍のうち、五師団は敗北したが、唐卓の軍勢だけは、大きな損害を受けず、夫婦に駐屯した。唐卓はとなり、 千戸の領有を受けた五官書、東卓殿。中平五年、百八十八年、長音の期間後も、関水らに備えて、夫婦に駐屯する東卓は、前将軍に任命された。ちょうど、関陽軍の王国が挙兵し、借機将軍を自称し、関水やバトーラと合流し強制となった。東卓は、左将軍の候補高志と共に、王国の討伐に出動した。 東卓は標法通りの作戦を立てて、候補高しに進言を行ったが、候補高しは、反乱軍に対し臨機応変に対処し、それは、東卓の進言の逆をつくものであった。その作戦で、反乱軍に対象した結果として功績は、候補高しに返し、東卓の作戦はまといていないと言われてしまう、始末であった、五感書、候補高し伝。その後、 朝廷から将負に任命され、軍を候補高氏に引き渡して、帰還を促す命令を受けるが、東卓は、返地の治安悪化を理由に拒否して、中屯を続けた、霊帝期。翌中平六年、八十九年に、兵衆牧となる。なお、兵衆牧人官と同時に、軍を手放すよう二度目の命令を受けたが、東卓は軍隊を率いたままで、兵衆に赴任することを望んで、 再び直令を拒否した、霊帝。東卓は軍勢を率いたまま加藤に駐屯し、時世を伺っていたという、五官所、東卓伝。中平六年に、霊帝が没すると、小帝の外籍である大将軍の南進は、司令行為の演唱らと防御を重ね、従条寺ら官願を一掃しようとしたが、妹の南大王らに反対されていた。そこで南進は、 東卓ら地方の軍事指揮官を召し出し南退校への圧力としようとした。東卓は何進むの命令に応じて首都ビ、飛び、落葉に軍勢を進めた。寒岸の反撃に遭い何進むが殺され、炎章らが宮中に突入し寒岸殺害を実行する中、寒岸の一人中長寺の段慶が章帝とその弟の陳竜王を連れ去る事件が起きた。段慶らは、 小平津まで逃げていたが、軍勢を率いた東卓に追撃され自殺。東卓は、徒歩でさまよっていた小邸と陳竜王を救出して、落葉に帰還した。東卓は二人と会話をしながら、帰路に着いたが、この時、劉弁は満足な会話さえ、十分にできなかったのに対して、陳竜王は、乱の経緯など一連の事情を滞りなく話して、見せたことから、 陳竜王の方が賢いと思ったという、検定期。東卓が落葉に入った時は三千ほどの兵力しかなかったので、殺害された南進や南大への軍勢を吸収して、軍事力で政権を手中に収めた。また、同じく南進に呼び寄せられた、習近後の低減の軍師を取り込むべく、低減の暗殺を企てた。低減の部下には、武勇の師として名高い両夫がおり、 暗殺は失敗してしまうが、その両夫が、間もなく唐卓の誘いに乗り、提言を殺害して、唐卓に基準し、唐卓は、提言の兵を吸収した。落陽で、軍事力を持つ、唯一の存在となった唐卓は兵力を背景に、演唱らを封じ込め、天候不順を理由に、至空の劉広氏を免職させ、公認の四空となった。そして、朝廷の聖母である南大号を脅して、 小帝を廃止功能を落とし、陳龍王を皇帝とした、憲帝。その直後、南大豪が霊帝の母である東大豪を圧迫したことを問題にし、権力を剥奪した。東卓は何大豪を永安宮に幽閉し、間もなく殺害した。東卓は、大尉、良然将軍児となり、不死を与えられるとともに、斧と正刈と古本兵を与えられ、美行に封じられた。 ついで小国となり、朝廷で靴を履いたまま証言し、さらにゆっくり歩くことと体験を許された。さらに聖母、池洋君にしかれ、進むを設置することを許された。暗い人心を極めた東卓は暴虐の限りを尽くし、抱くような不豪を襲って、金品を奪ったり、村祭りに参加していた農民を皆殺しにしたり、東卓の兵が、舞夜のごとく、助官を領辱したり、 悪道非道を重ねた。東宅は名詞を取り立てて、政権の求心力としようとし、自中の御刑、吏部少所の周費、少所の停退、長子の何らに人事を委ね、純走を、四空、官服を、奇襲死し、流体を、演し死、穴を、予習死、長子を、南洋大衆、長幕を、陳流大衆に任命した。また、かつて宦官,官と敵対して殺害された。 チンシゲルラの名誉を回復するなどの措置も取った。さらに、東卓に反発し、洛陽より出本した炎症を追悼せず、没回大使に任命して懐中しようと図った、三国史義士、炎症伝。東卓の戦王に反発した炎症、炎術などの有力者は、橋舞の呼びかけで、初平元年、190年に半東卓連合軍を組織した。同年2月、東卓は、 円海ら在京の縁師一門を中殺するとともに、功能を毒殺した。さらに、首都の陽氷大尉の公園、金民の主審らの反対を押し切って、長安に強制的に戦とした。その際に、洛陽の歴代皇帝の墓を暴いて、財宝を手に入れ、宮殿、民家を焼き払った。また、縁将らとの融和策を取っていた、特軍行為の周囲と、 縄文行為の御刑を殺害した。その後も東卓は、落葉に駐屯し、半東卓連合軍を迎え撃つ姿勢を取った。まず、東卓は、かよつで、陽動作戦を用いて、大山の精兵を率いる王をだしを大いに破った。また、女衛を派遣して、慶葉剣、水で、曹操、方神羅を大いに破り、両県で、孫権を破った。この間、 かねてより折り合いの悪い候補高氏が軍勢を率いて、関西方面にあったため、東卓は、縄文行為に任命すると称して、長安から候補高氏を召喚して殺害しようとした。候補高氏が自立を進める部下の反対を押し切り、記帳してきたため、東卓は、早速、候補高氏を、逮捕投獄し、死刑にしようとしたが、候補高氏の息子の候補検事が、急遽落葉に駆けつけ、 東卓に必死に嘆願したため、東卓は、候補高氏の軍権を剥奪するに止めた、五官所、候補高氏伝。初平成2年、191年、古心、両夫らが率いる東卓軍が孫権と戦い、か岳氏が撃たれるなど大敗した、非人の戦い。このため、同年4月、東卓は、洛陽を焼き払い、長安に撤退した。東卓は、 長安に着くと大使と称し、当便、当港ら一族を会長帝の高官につけ、外出するときは、天使と同様の青い蓋のついた車を乗り回すようになった。長安でも、防災を敷き、どうかのご主戦を懐中したために、貨幣価値が乱れた。長安近くの美に、長安城と同じ高さの城壁を持った城塞を築き、美城、美をと言われる、 三十年分の食料を蓄えていたと言う。当宅の暴虐ぶりは相変わらずで、逆らった捕虜は舌を抜かれ、目をえぐられ、熱湯の煮えた大鍋で苦しみながら殺された。捕虜の泣き叫ぶ声は天にこだましたが、当宅はそれを見て笑い、なお平然と酒を飲んでいたという。当宅に信任されていた西洋は、当宅の暴政をいさめたが、一部を除きほぼ、引き入れられることはなかった。 当宅が大使に就任する儀式の際に、壇上に登る自分に、候補笠見和か,かだけが頭を下げなかったことに気づき、当宅は、吉兼、ね、候補高氏の字、まだかなと改めて促し、候補高氏も、果たして、これは、失礼したと従っていた。候補高氏があくまで減り下り忍住する態度を、貫いたため、当宅は、候補高氏と和解したという、西洋校はじめき及び、 歓喜一方で、かつての上司である長恩を憎み、演術に通じていたという理由で殺害した。当卓は大航路のハン・る、ール、の影、む、衆金後の小母・ハらを関東への使者として送ったが、演術と大忠氏に、半通トを除いて、ことごとく殺害されたという。関東の諸行らは演症派と演術派に分かれて、互いに争うようになっていた。 また、長安遷都に反対した主春は、厨房において拒兵し、県定の奪還を狙っていた。東宅は、延唱の背後の優秀の龍具や高村さんに、カや釈意を送って、延唱への牽制とする一方で、娘婿の牛タスクに、李、各氏、長塞らを部下につけて、関東に派遣した。牛タスクらは、厨房で主春を破り、延州人龍軍、 予習英戦軍の初見を攻略し、略奪、殺戮、誘拐を行った。かねてより順勇は、義論の帝隊、何、自中の衆ともに、唐卓を暗殺しようと計画したが、失敗した。帝隊は逃亡し、順勇と何は投獄された、三国主義士、順勇伝。このような情勢下で、唐卓が、都において信任したのは、西洋のほか、使徒の王院と、 養子の旅夫であった。唐卓は王院を尊敬して、調整を任せるとともに、武勇に優れた旅夫に、身辺警護させていた。しかし、王院もまた真珠では、唐卓の暴虐を憎み、少女牧屋の島子髄と共に防御を巡らせていた。ある時、小さな過失から旅夫は唐卓に殺されかけたことがあり、それ以来、恨みを持つようになっていた。王院らは、旅夫の不安につけ込み、 暗殺計画の一味に加担させた。初平成三年、百九十二年四月、東卓は、検定の会期祝いのために、ミオグに呼び出された。両夫は、御事の利を懐に忍ばせて、同郷の祈りであるリシクと共に、自らの守兵に、英氏の格好をさせて東卓が来るのを待ち受けた。東卓は、リシクらに入門を阻止され、怒って、両夫を呼び出そうとした。 両夫は御子と乗りと称して、唐卓を殺害した。事件後、長安、美にいた東便、東公をはじめとする唐卓の一族は、全員が、両夫の部下や縁一族の縁者らの手によって殺害され、九十歳になる唐卓の母親も殺された、英雄期。また、唐卓によって殺された縁氏一族に対しては、盛大な葬儀が行われる一方、 投資一族の遺体は集められて火をつけられた。当宅は、兵祖から、かなりの肥満体で、折しも、熱い秀木のために、死体からは、油が、地に流れ出していた。そのことから八重の兵が戯れに、当宅のへそに投資身を刺したが、火はなお数日間燃えていたという、英雄記。長安の詩人や庶民は、当宅の死を皆で喜んだ。王いは、 東宅の与党とみなした人物に対しては粛清する態度で望み、名声が高かった採用も含めてみな殺害された。東宅の娘子の牛タスクにも追悼軍を差し向けた。牛タスクはリシクの追悼軍を破ったが、逃走を図って部下に殺害された。残されたり、各氏らは大いに幸福を願ったが拒絶されたため、6月に軍を率いたまま長安へ進撃した。 リラの軍勢は膨れ上がり十万になり、王院は両夫に迎撃させたが敗れ、両夫が逃走すると、リラはそのまま長安に乱入し、殺人と略奪を欲しいままとし、王院を殺害し死体を晒し者とした。当宅の葬儀のため、部下だった兵士が死体の灰をかき集めて、棺に収めて、美女に葬ったという英雄記。当宅の墓は、間もなく暴風雨のため、 水が流れ込み、棺が浮かび上がるほどの被害にあ。陳寿は、唐卓は、心よう、ねじけ残忍で、暴虐非道であった。記録に残されている限り、おそらく税ほどの人間はいないであろうと評している。天平法寺四年、七百六十年に成立した、富士市家伝内職関伝には、蘇がいるかのせいを、唐卓の傍慢すでに国に行なはると批判する記述があり、 この時期の日本において、暴君の代表的存在として認知されている。董卓の暗殺後に、一族が皆殺しされている。小説、三国支援儀では、様々な脚色が施されている。としている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。